コンソプラビットの達也とある人と大体です。あのですね、はい、自分死ぬなって思うことってありますか？いや、なかなかない。俺一回だけある。バイクであの配達で滑って、あでも本当にスローになる。バイクが自分のところに倒れてきたのよ、はいはいはい、で俺本当にスローになったから、俺バイク肘で止めたんだよね、こうやってガンって。あ、スローだったからこそ行けたそう。すげえ。俺も一回それスローは、うん、チャリで走ってる時にバッて渋滞のところ、俺チャリで抜けた瞬間に車来て、空中でチャリぐっちゃぐちゃなんだよ。やっぱその回ってる瞬間スロー。その時の顔どんな感じなの？そんぐらいの余裕がある。余裕があったスローだから。すげえ。運転手に向かって満勤で。おいおい、マジか。で、いや、スローだったからかわかんないけど、チャリぐちゃぐちゃで、フロントガラスバリバリで、もう周り騒然なのに、俺なんてことなく、どこも傷ない。無傷。で、全然痛くもないから起きようかなと思ったら、横の渋滞の車から起きるなって聞こえてきて、ん、何って思ったら、なんか事故った直後に起きたりすると、脳とかの中で血管切れかけてると、立った瞬間にバッて切れるし、おっさんも止めてくれた。そのおっさんすごい。ドクターコトー先生じゃない泣くな、な、大丈夫大丈夫、コトーがついてるからよ。ですが、こんな話はあっても、うん、死ぬ前の人間がこの人死ぬなとか、あ、この人に対してこの後この人死ぬかもしれんって思ったことないですよね。あ、それはむずいな。なかなかないね。昨日まであんな元気だったのに。いや、そう、で、わかんないじゃん。で、あるあるじゃん。で、もしそれがわかるとしたら、うん、今回は、はい、死ぬ人が死ぬ前に取りがちな行動というか、死ぬ人に起こりがちな現象について話していきたいと思います。そんなことあるんですか？まず一つ目、顔に出る思想。顔から溢れて出ちゃうってこと？はい。え、顔には凹凸がありますが、普段は凸の部分には影は刺さないものです、うん、意味わかりますか？例えば鼻とかおでこだって出てるんですから、その横に影が刺すことはあっても、一番前に出てる部分には影が刺すことないんですよ、うん、なのになぜだか、うん、死ぬ前の人には鼻だったりとか前に出てる凸の部分にも青っぽい影が出る。え？で、これ色にも違いがあって、青っぽい黒ならまだ時間的余裕があると、うんうんうん、でもしその影が真っ黒だと、かなりキンキンに死が訪れるんじゃないかと言われてる。え、でもそれ分かれば防げるじゃん。けど何で死ぬかが分からない。確かに確かに。もう抱きしめるしかないの。そう、もう抱きしめて離さない、うん、でしかない。それで死ぬかもしれないけどね、抱きしめすぎて。だからもしあ、死因お前。続きまして、おでこに縦線が入る。え、横じゃないの？髪の毛の生え際から眉毛にかけて縦線が出る思想があるそうです。これは顎を血、おでこが天とするインドのチャクラの考え方。これも影と同じように色で区別がされるそうですが、かなりヤバい思想のそうだ。じゃあ線が現れるっていうよりかは、見える人からしたら縦になんか入ってるってことかな。えぇ、ー、そのヤバい、しヤバいとか使うなよ、そのまとめサイトが詳しく教えない。確かにな。だからその、まあ、このインドのチャクラの考え方でいうと、チャクラっていうのは体の真ん中に走ってるものだから、縦に向かってね、思想が出るときには出るはずのね、おでこに縦向きに線が入るということでございます。続きまして、顔に赤い線が出る。これは思想とはちょっと違いますが、大きな事故の前兆だと。この線だけならいいのですが、他の思想と一緒に出た場合には事故による死を意味する場合もあります。だから赤い線が出た場合には、これはただ事故りますよっていう事故の暗示。まあ、死ぬかは分かんない。そう。でもしそこに鼻に黒い影出たりとか、もう完全それ縦線入ってたりしたら、そのまま事故で死ぬ可能性があるということなので、気をつけた方がいいです。これがまあ思想と言われるものです、ね。まあ、こっからは人間に基づいた死が近い人が取る行動について。え、行動の方ね。はい、怖い。一つ目、はい、手鏡。何何それ。死期の近い人はなぜか自分の手のひらや手の甲を何度も見返しながら、もうこうやって見ている回数が多い。え、怖い。っていうのがもう経験的に知られているらしいです。まさにこれ都市伝説というか、なぜか死にそうな人っていうのはこうやって手を、理由があるわけでもなく見ている。これは手鏡と呼ぶらしいです。なんか見えてんじゃないの、うん、か、なんかもうここにサインが出てるかもしれない。自分にしかわからない。続きまして、黒い影を見る。黒い影というのは、人影だったり黒い塊だったり黒い服を着た人だったり黒い小人だったりが見えるようになるらしいんですね、死ぬ前には。え、それコナンの見過ぎじゃなくて、それ大丈夫か。
あのゾッとする話でやってましたね。藤原の原西さんが、うん、なんか幼い頃に公園で待ち合わせしよう、夜テスト勉強疲れたからっつって待ち合わせしてて、したらその公園に行くにはまず山を登んなきゃいけないから、下にある公園を越えて、なんかブランコとかある公園をね、うん、で山の上に集合で、そこに3人で集まろうって言ってて、原西さんまず着きます、うん、で歩いてる時に女の子が見えた、公園ブランコに座ってる、うわ怖っと思って登る、次2人目来る、てかさブランコに座ってたよな、いや見えたかもしれない、うん、あやっぱみんな見えてるんや、もう1人来る、下の公園に女の子いたよな、見えてた、だったら3人とも見えてるから、うん、みんなで見に行こうぜっつって、わーって降りてったら、やっぱりブランコのとこに黒い影みたいなちっちゃい女の子が座ってんだって、でいや座ってたよな、座ってた座ってた、なんか悲しげにブランコ漕いでるって言ったら、3人のうちの1人だけがいやいやこっち向いて手振ってるよ、ちょっと待ってよ、そしたら次の日その子事故で亡くなってて学校来なかったって、それ影ですよね、やばいやばい鳥肌今2時ってのがあったらしいんですよね。だからこれも影が呼んでるんじゃないかと。確かに影って冷静にめちゃくちゃ不思議だよ、なんか普通に接してるけどさ俺ら影と。だからさっきも顔の影のがね、うん、死に近づいてるのを示したりとか、やっぱ影っていうのは何か表してる可能性がある、ね、え、待って、ニワトリになってない俺大丈夫、ヒヨコっぽいな、何やってる確かにお前なんか鳥くせえな続きまして、はい、やはり影です。影が薄くなる、うわっ、じゃあライトの関係ちゃうんですよ、知気の近い人は存在感が薄くなり、他の人からは違う人のように見えるんだそうです。そして極めつけが自動ドアに反応しなくなる。影って何、その影ね、だからもう存在としての人間エネルギーが下がる、なるほど。そしてこれ次の話がちょっと怖いんですが、線香の匂いがする。えっ、いや俺いる、何、なんかさ線香臭くないっていう時結構あるよね。だから最近はフレグランスが発達してて、なんか線香っぽい匂いのがあるかもしれんけど、じゃあなぜおばあちゃんたちは線香も焚いていないはずなのにおばあちゃんの匂いっていうのが存在するのかなっていうところなんですよ。確かに匂いを嗅いだ時にね、不自然だけども自然とおじいちゃんっぽい、あ、おばあちゃんちっぽいっていうのが俺らの鼻にもある、うん、なぜかおじいちゃんおばあちゃんから死にますよね、順番なんで。あれは死の匂いかもしれませんね。うわーワールドやな、ね、集合、ウーバーワールド集合、打ち上げの場所がどことか言ってんじゃないよ。続きまして、はい、窓を開けたがる、病を患っている人が窓を開けてと要求して、その後に死ぬ場合が多い。そこから落ちるとかじゃなくて、じゃなく窓を開けてって言い出した数日で亡くなる患者がなぜかその病院だったりとかでは多いらしいです。確かに、あ、分かった、外から迎えに来てる人のために開けたんだ。ああ絶対そうだから、開けてって言ったのは本人じゃなくて、いやそれか、結構リアルなこと言うと平行行ってる可能性あるよ多分なんで死と関係あるんですか、ね、か一つあるのが、うん、雪の女王の可能性があるため雪で扉開け扉開け、いやでもそういうことか。でも俺もやっぱインフルエンザの時のヘとかめちゃくちゃ臭いから知らんよまあこれ一概に都市伝説なんでね、まあ、分からないんですけど、でもこれ防ぎようがないので、うん、なんかちょっとでも気をつけることはできると思うんでね。確かに周りで見てたりとかして、うん、そうそうそう、ちょっと危ないんちゃうみたいな、うん、そうそうそう、声かけれるもんね、うん、知ってたら。続きまして、はい、おかしなことを言う、死期が近づくと高齢者の方がおかしなことを言うようになったという家族がおります。例えば亡くなった先祖が出てきた、大昔の話をするようになったなど、何もわからない家族はボケてしまったんじゃないかって思うわけですね。でもこれっていうのは、死期が近づいた高齢者は幽体離脱しやすくなり、多くの霊を感知しやすくなるから、このような状況が起きていると言われてるんですね。だからそれっていうのは要するに、自分が死に近づいて抜けて死んだ人と会話して得た情報だったりとかを喋ってるんじゃない。確かに向こうの世界と近づくわけだからね、死ぬっていうのは。よくおかしなこと言いますから、気をつけて。マジですけど、メッセージもらってきましょうかな。どこの人次が最後ですか、はい、死神がついているかどうかを知る方法を最後にお伝えして、怖そう、終わりにしたいと思います。
親指が分かりやすいです。親指に力がある間は死にません。高齢者の方の手を握ると握り返してくるときに手の親指の第一関節に力が入っていないと死神がついている。要するにもう死期が近い可能性があります。やっぱ大事なんだね腕って。いや俺もずっと折れてんだよここ。まだ言ってる。ぜひそれやって。2年前ぐらいから言ってるやん。いやもうずっと折れてる。まだ言ってる。ずっとここ折れてるの俺。その状態で3月31日品川ステラボール。そう。けど5月5日品川ステラボール。できてます。いやドラムは支えてるだけだから大丈夫なのよ。けど俺もペットボトルとか親指使ってあげてないからね。俺最高最もう何年か。何年ずっとこうだよ。何年かって何年前に指やったんですか。去年の7月。1年も経ってない。病院行けよ。そうなんだけど。まだ行ってんの。まだ行ってんの。でこれで病院行って窓開けたかったりとか、大昔の話しだしたらやばいよね。止めるよ。全部指から行くことあるさ。指から式迫ることあるさ。いやあるでしょ。ある。死神がついてるっていう証拠だから。そうそうそう。一節者の表紙に刺さるとかさ。確かに。一節の。死んださ。聞いても出てか。溢れてもう数え切れなくなって思念涙こらえて